フリードリヒ二世、フリードリヒ二世、フリードリヒ2、1712年1月24日から1786年8月17日は、第三代プロイセン王。優れた軍事的才能と合理的な国家経営で、プロイセンの強大化に努め、啓蒙先生君主の典型とされる。また、フルート演奏をはじめとする芸術的才能の持ち主でもあり、 ロコ国的な宮廷人らしい万能ぶりを発揮した。フランス文化を知り尽くすなど学問と芸術に明るく、哲学者のボルテールと親密に交際し、全三十巻にも及ぶ膨大な著作を表し、鉄人王とも呼ばれ、功績を称えて、フリードリヒ大王、フリードリヒでアグロザと尊称されている。哲学者、イマヌエル・カントは、フリードリヒの統治を、フリードリヒの世紀と称えた。 フリードリヒ2世は1712年1月24日、フリードリヒビルヘルム1世と王妃ゾフィードロテアの子として生まれた。父、フリードリヒビルヘルム1世は、兵隊王とあだ名される武骨者で芸術をさなかったが、母、ゾフィードロテアは、後のイギリス国王兼ハノーファー選定校、ジョージ1世の娘で洗練された、宮廷人だった。そのため、 教育方針も正反対の二人は対立し、それは王子フリードリヒにも大きな影響を与えた。不王はフリードリヒの教育係にオペラや喜劇などのくだらぬ楽しみには絶対に近づかせぬことと言い渡し一切の芸術に親しむことを禁じた。その軍人思考を表す逸話として太鼓の逸話がある。太鼓で遊ぶフリードリヒの騒がしさに怒った姉。 ビルヘルミーネが、そんなうるさいものはやめて、お花で遊んだらどうなのと言うとフリードリヒが、花なんかで遊ぶより、太鼓を習った方が、役に立つもんと言ったのを聞いた符王は、早速太鼓を持つ王子の肖像画を描かせたという。しかし本来のフリードリヒは、むしろ、母親にデセーラや芸術画質であり、特に音楽を好み、クバンツに、フルートの手ほどきを受けて、習熟。 演奏会を開くこともあった。不王は、そのようなことを耳にすると怒り狂って、杖で、フリードリヒを打ち据えたという。暴力、食事を与えない、蔵書を取り上げるなど、虐待に等しい境遇にフリードリヒはひたすら耐えて、成長でいった。フリードリヒは、イギリス王女との縁談を機会に、ついに逃亡を図ることになる。この息兵閉位 ハンス・ヘルマン・フォン・カッテとカイトに手引きを頼み、1730年8月5日、早朝に南ドイツにある旅行先の宿舎を抜け出したが、計画はすでに漏れており、王大,大使フリードリヒは、ロッホ大佐によってその日のうちに連れ戻された。この逃亡計画が、不王に知られ、フリードリヒは、キュストリン要塞に遊兵された。この頃、不王は、国際的陰謀の中にあり、 暗殺の恐怖に苛まれていたため、この逃亡計画も自分を陥れる罠だと考えて、フリードリヒを処刑しようとまでしたという。手引きをしたカイト商尉はイギリスに逃亡したが、勝って商尉は捕らえられて、見せしめのため、フリードリヒの目の前で処刑された。フリードリヒが、勝って、私を許してくれ。と、窓から叫ぶと勝っては、私は、 殿下のために喜んで死にますと商用として残守の刑を受けたと。フリードリヒは窓からその光景を見るよう強制されたが、静止できぬまま失神した。勝手の遺書には私は国王陛下をお恨み申し上げません。殿下は今まで道理父上と母女を敬い、一刻も早く和解なさいますようにと書かれていた。 ハプスブルク家のカール六世が朝廷に乗り出して、フリードリヒビルヘルム一世不子の確執の修復をして、フリードリヒは、敗着を免れた。フリードリヒは、数週間後、不王に向けて手紙を書き、教順の意を表したため、フリードリヒビルヘルム一世は、フリードリヒを釈放して、近くの横領地の管理に当たらせることにした。1733年6月12日には、 父の命令に従って、オーストリアの元帥であった、ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテルコー・フェルディナント・アルブレヒト2世の娘、エリーザベト・クリスティーネと、婚する。ハプスブルク家のマリア・テレジアとの婚約の検討も、あったが、フリードリヒが、カトリックに改修する見込みがないために、取り留めになった。当時17歳のエリーザベト・クリスティーネは、容姿の美しい。 また善良で信仰心の厚い少女であった。彼女は夫に好かれようとして、様々な教養を身につけるべく努力したが、フリードリヒの気を引くことはなかった。夫婦としての生活もなく、後に七年戦争が終結した時、数年ぶりに会った彼女に対してフリードリヒが言ったのは、マダムは少しお太りになったようだの一言だけだったと言われる。そのため二人の間には子供がなく、 フリードリヒ二世の後を継いだのは、王帝アウグスト・ビルヘルムと妃の妹ルイーゼ・アマーリエの子、つまり、王と王妃の双方にとって、追いにあたるフリードリヒ・ビルヘルムだった。しかし、それでも彼女は夫を尊敬し続け、フリードリヒとの文通は続いていたという。不妊先のオルピーン近郊に造営した、ラインスベルクグーでフリードリヒは、気の進まない、結婚の代償として得た自由を楽しんだ。 不王の意に沿って、軍務をこなす傍ら、趣味の合う友人たちを集めて余波には、優雅な時間を過ごし、また著作も試みている。多くの書簡集のほか、フリードリヒの最初の著書として、ハンマキャベリ論が知られている。ハンマキャベリ論は、マキャベリの提示した、権謀術数を肯定するルネサンス的な君主像に、ことを唱え、君主こそ道徳においても、 国民のモハンタルベシと主張する啓蒙主義的な道徳主義の書であった。この本は後に文通相手だったボルテールの手を経てオランダで匿名で出版され、数カ国語に翻訳されている。しかし、即位後、フリードリヒ2世がオーストリア継承戦争で見せた野心はこの本の趣旨と正反対のものであり、ボルテールにも非難されることになる。 1740年5月31日、フリードリヒ・ビルヘルム一世は崩御し、フリードリヒは、フリードリヒ二世として即位した。即位後直ちに、フリードリヒ二世は、啓蒙主義的な改革を活発に始め、拷問の廃止、貧民への種も見対応、宗教寛容令、オペラ劇場の建設、検閲の廃止などが実行された。フランス語と、 ドイツ語の二種類の新聞が発刊され、戦王フリードリヒ・ビルヘルム一世の下で、止め同然になっていたアカデミーも復興し、オイラーを、はじめ著名な学者たちをベルリンに集めたため、ベルリンには、自由な空気が満ち、北方のアテネと称されるようになった。自由を実現する一方、フリードリヒ二世は、父から受け継いだ八万の常備軍を、周囲の予想に反して、さらに増員し、 戦争に備えていた。ただし、父の作った巨人連隊は廃止された。1740年10月20日、神聖ローマ皇帝カール6世が救世した。国事証書によって、ハプスブルク家領地は、娘のマリア・テレジアが相続した。フリードリヒ2世はこれを承認する見返りに、ハプスブルク家、ボヘミア王官僚の首領事園、現在のポーランド南西部から、 チェコ北東部の割譲を求めたが、マリアテレジアは拒否した。フリードリヒ2世は1740年12月16日、戦線布告することなしにシュレージエンに侵攻した第一次シュレージエン戦争の開始。先帝カール6世の残した国事少々保護にしての進軍だった。シュレージエン九州は成功し、プロイ戦軍はわずか戦死22人の損害で占領に成功した。 これ以降、かつての婚約者候補だった、ハプスブルクや新党首、マリア・テレジアとフリードリヒ2世は、生涯の宿敵となった。翌1741年4月10日、モルヴィッツの戦いでプロイセンは、圧勝を収め、プロイセンの台頭を各国に印象づけることに、成功する。5月に、バイエルン・フランス・スペインが、ニンフェンブルク条約でオーストリアを包囲する同盟を、結んだ。 フランスは、プロイセンとザクセンとも同盟した。ザクセン先定公権ポーランドをアウグスト3世は、ボヘミアの継承を主張して侵攻したが撤退し、オーストリアと同盟した。一方、バイエルン先定公、カール・アルブレヒトは、フランスと結び上、オーストリアとボヘミアへ侵攻し、1741年12月、ボヘミア王として退官し、翌1742年には、 弟のケルン大司教クレメンス・アウストフォン、バイエルンによって神聖ローマ皇帝カール7世として退官された。しかし、ハンガリーと組んだマリア・テレジアの反撃によって、バイエルンを奪われた。フリードリヒ2世は1742年5月17日、コップジッツの戦いで、ハプスブルク帝国に勝利し、1742年7月の、 ベルリン条約で、手礼辞演の割情を認めさせた。フリードリヒは、主官の膝枕で仮眠を取ったり負傷した兵卒の、傷の手当てに、自らのハンカチを差し出すなど、階級の上下を問わず、将兵との交流を好み、絶大な人気を得ていた。1744年、イギリスと組んだマリア・テレジアの反撃に対して、フリードリヒ2世は、 カール7世イのバイエルンと組んで、米面、ボヘミアに侵攻したが、敗れた。しかし1745年6月4日のホーエンフリートベルクの戦いでプロイセンは、大勝利を収め、さらに1745年12月15日の、ケッセルスドルフの戦いでもザクセン軍に勝ちした。12月25日のドレスデンの和議でプロイセンは、 マリアテレジアの夫フランツ一世の新生ローマ皇帝即位を承認する代わりに、プロイセンによるシレジア領有権を承認させ、ザクセンからの賠償金百万ターラーも得た。戦後の日々、フリードリヒ二世は、プロイセンの復興に全力を尽くした。細かい点まで自分で確かめなくては、気の済まない王のチェックに、官僚たちはこわごわとしたが、産業の振興、フランスからやってきたユグノー、 カルバン派の移民などの受け入れなどによってプロイセンは再び力をつけていった。しかし、激務のため、フリードリヒ二世の体は蝕まれ、リウマチ、派、胃痛、痔、発熱、痛風などで絶えず痛みと戦わなければならなかった。そんな王の心を慰めたのが、1745年から1747年にかけて完成したクノーベルス男爵の手になる。 三数子宮殿だった。王自らも設計に携わった。この宮殿は、ロココの息を尽くし、室内は、フリードリヒ式ロココ、フリダイジーニッシャスロココ様式による勝者なものだったが、部屋数わずか十余りの平屋建ての小さな建築である。ここで、王は、政務の傍ら、ボルテールなどごく少数の気が置けない友人たちと、音楽や社交を楽しみ、くつろいだ時間を過ごした。 平和な日々は長くは続かず、1755年後半、オーストリアの女帝マリア・テレジアは、ロシア女帝、エリザベータ・フランス王ルイ15世の愛称ポンパドゥール夫人と組んで、主霊自演の脱会くわ立てていた。BR1756 年1月16日、フリードリヒ2世は、母方の叔父のイギリス王権ハノーファー選定校、ジョージ2世とウェストミンスター教約を締結したが、 5月1日に外交革命としてフランスとオーストリアがペサイユ条約を締結8月29日フリードリヒ二世は先制防衛策を取ることに決めザクセン先定綱領に侵攻して7年戦争第3次シュレージエン戦争が始まる大仏路の3国に加えてスウェーデンザクセンなどドイツの諸公も加えると敵国の人口は8 0 0 0 0 0にもなり 人口400万のプロイセンにとって絶望的かと思われる戦いだった。BR フリードリヒ2世は、序盤のロスバッハやロイテンにおいて、巧みな戦術で自軍より倍以上の敵軍を破った。ものの、孤立同然のプロイセンの兵力は消耗し続けた。BR1757 年6月18日に、コリンの戦いで大敗した後は主政に転じた。 コリンの戦いでは劣勢の自軍を鼓舞するため、第三元体の旗を手に、犬どもがずっと生きていたいのか、という言葉を放ったとさている。1759年8月12日のクーネルスドルフの戦いでは、フリードリヒ二世自ら敵団にさらされて、上着を撃ち抜かれ、乗馬は二頭まで撃ち倒されて敗走している。BR この時の大臣宛ての手紙には、 これを書いている間にも味方はどんどん逃げている。私はもう、プロイセン軍の主人ではない。すべては失われた。祖国の没落を見ずに私は、死んでいくだろう。永久に、アデューと書かれている。B.R. フリードリヒ2世は、その後、残存兵力をまとめて、どうにか体制を立て直すが、苦しい戦いは続き、1760年10月には、とうとう、 オーストリア系騎兵がベルリンに迫るまでになる。イギリスの分資金援助も打ち切られ、フリードリヒ2世は自殺を覚悟したが、1762年1月5日、ロシアのエリザベータ女帝が休止すると、おいで、後継者のピョートル3世は、フリードリヒ2世の崇拝者あったため、奇跡的にロシアとの講和が成立した。BR ただ、ピョートル3世は、この講和に加え、 皇后である妻、エカチェリーナ、後のロシア大帝エカチェリーナ2世を廃したり、ロシア正教会を弾圧したため、激怒したエカチェリーナと彼女を支持する、このエブ隊によって、半年後にクーデターを起こされて失脚。そのこのエブ隊兵に暗殺されることになる。BR さらに西ポンメルンで苦戦を強いられていた、スウェーデンも、フリードリヒ2世の妹である、スウェーデン王妃ロビーサウルギカの仲裁により、 同年5月に講和する。BR 疲れ果てていた列強はこれを機に兵を収め、孤立したオーストリアに勝利を収めた。フリードリヒ2世は1763年2月10日、フベルトスブルクで和議を結び、プロイセンの主霊支援領有は確定する。フリードリヒ2世はこれ以降、大きな戦争を起こすことはなかったが、1772年の第1回ポーランド分割で、 西プロイセンを獲得して、飛び地状態だったブランデンブルクと東プロイセンを地続きとし、1778年から1779年まで続いたバイエルン継承戦争では、オーストリアと再び交戦して、その強大化を阻止した。BR なお、西プロイセン獲得に伴い、王号プロイセンにおける王、K 日比ンプロイソンからプロイセン国王、 経日ヒフォンプロイソンに変えている。外交面では、特にオーストリアの復興を強く警戒し、ザクセン選定校やバイロイトなどと、軍行同盟を結成して対抗した。BR さらに、フランスやロシアとの関係改善に努めて、再び7年戦争の孤立に陥らないよう最新の注意を持って望み、アメリカ独立戦争に際してはロシアが提唱した、武装中立同盟に参加し、 イギリスの台米海上封鎖に対抗した。フリードリヒ2世は女性を蔑視する発言をたびたび公の場でしており、フランスのポンパドゥール夫人やロシアのエリザベータ皇帝が7年戦争においてマリア・テレジアに味方したのは彼女たちがフリードリヒを個人的に嫌っていたからだと言われている。平和を手に入れた後のフリードリヒ2世は再び算数史に戻り、 傍中に召喚を楽しむ、穏やかな生活に帰った。王の余生は、忙しい政務の中で時間を作っては、文通やフルート演奏、著述を楽しむで、この頃、7年戦争し、元は我が時代の歴史ともを表している。また1780年のドイツ文学論で、ドイツ文学と統一ドイツ語について論じた。晩年には、ベルリン市民から親しみを込めて、 ローフリッツとの相性で呼ばれていた。しかし、晩年のフリードリヒ二世は、次第に孤独で人間嫌いになり、人を遠ざけるようになっていった。姉のビルヘルミーネ王女やダルジャンス公爵など、親しい人々はすでに用去り、愛犬のポツダムグレーハウンドたちだけが、心の慰めだった。もともと優れない健康もさらに悪化し、心臓の発作や水腫、呼吸困難に悩まされ、 一日たちの大部分を肘掛け椅子で過ごした。もう牧草地に放り出してもらうより、他あるまいと自重しつつ、最後の願いとして愛犬たちのそばに埋めてほしいと頼んだという。フリードリヒ二世は1786年8月17日、三数四宮殿で老水により放御した。遺体は遺言に相違してポツダムエージュ教会に葬られた。その後、 第二次世界大戦中に、遺体は各地を転々とさせられるなどの運命を、たどったが、ドイツ再統一後の1991年、三数四宮殿の庭先の芝生に墓が移され、現在は、生前の希望通り犬たちと共に眠っている。フリードリヒ二世の宮廷には、当時の第一級の音楽家が集い、フルート奏者で作曲家のクバンツ、1732年から、 大王に仕えたバイオリンの名手で作曲家グラウン、同じくバイオリンの名手で作曲家、フランツ・ベンダラがいた。また、大バッハの次男、CPE バッハが1740年から1767年まで、チェンバロ奏者として使え、父の大バッハをフリードリヒ2世に紹介している。ドイツフルートと呼ばれる横型フルートは表現力に富むため、フリードリヒ2世が好んだという。 1735年23歳から1756年44歳にかけて自分の楽しみのためのフルート曲を作曲していい。彼の作曲数は多く、フルートソナタだけを取っても実に121曲に及ぶ。その作品として、フルートのための通奏低音付きソナタ、フルート競奏曲などが今に伝わっており、比較的演奏機会のある曲に、 フルート・ソナタ第111番に蝶々がある。1747年、35歳、62歳の大バッハがポツダムを訪問した際、フリードリヒ2世がバッハの即興演奏のために与えたと言われるテーマを元にバッハの音楽の捧げ物が誕生したと伝えられる。7年戦争中にプロイセン陸軍が抗軍中や戦闘中に演奏していた。 方園フリートベルク更新曲はフリードリヒが作曲したと言われているが、それに歌詞が付けられたのは後年のことである。素食を胸とした不王と異なり、フリードリヒは美食を好んだ。BR 昼食は8皿、うち4皿はフランス、2皿はイタリア、残りは王の好む、更新料の効かせた、うなぎやトウモロコシの粥とか、ベーコン料理であった。BR また、 新鮮な果実も好んだ。夕食は来客のある以外は取らなかったが、その時は三十皿もあった。BR このような食事に金をかけたために、宮廷の食事予算は、現在の貨幣価値で年間一億円を優に超えるほどであった。そんな美食家であるフリードリヒだったが、実はサクランボが大好物だった。BR ある時、 食べ頃のサクランボを食べてしまうスズメに腹を立て、スズメ駆除の命令を下して徹底的な駆除を行わせた。BR ところが今度は天敵が消えたことで、毛虫が大発生し、葉を食い荒らされたために、サクランボが実らなくなるという結果を招いてしまった。BR フリードリヒは、この結果に、自らの火を悟り、以降は、鳥類の保護に努めたという。 1738年に不王と共に、ブラウンシュバイクを訪問した際に、ハンブルクのロッジのマスターだった、オーベルク伯爵らの勧めで、フリーメイソンディとなった、おそらく、イギリスとの関係を重視して、しかし熱心なメイソンディというわけではなく、大いについた後は、フリーメイソンに冷淡になった。1744年には、グランドロッジ、三つの地球の創設に携わり、 その大保護者となっているが、彼自身がそこに足を踏み入れることは一度もなかった。フリーメイソンを弾圧するような政策こそ取らなかったが、1747年頃には、メイソンリーの活動からほぼ退いたとみられる。当時のプロイセンの宮廷ではドイツ語でなく、フランス語が使われており、フリードリヒ大王もフランス語で多く著作した。以下の著作リストはフランス語版全集による。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。